全員男性陣はデレ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 してしまっておりますけれどもさて小西さん藤田さんのお二人は今回で冴島甲賀役鈴村玲役を卒業ということで CR ガロシリーズへの登場も今回で最後になるのかなと思いますけれども以来今改めてこの長い期間を振り返ってまずは小西さんいかがですか。そうですね、作品もともとあるドラマのシリーズもそうなんですけどもこの CR ガロという、この奇襲何台も出させていただいてますがここからガロを知ってくださって応援してくださってる人が本当にたくさん増えてそのおかげで今ずっとこのガロという作品を続けることができたなと、本当に思っていますのでこの CR ガロをまた新しくファイナルという形で作ってくれた三世さんや、ここまで応援してくださってるそのファンの方には本当に感謝しています。はい、そして藤田さんも振り返ってみてください。はい、そうですね僕も、初代の CR から出させていただいているわけなんですけど本当 CR が一番最初に出た時に、僕もすごい喜んで、パチンコ屋に走っていきました。そして打たせていただきました。隣の人には全く気づかれませんでした。でもね自分のリーチとか見たりとか、もう本当に嬉しいことがいっぱいで、でこのね CR ガロの発表会っていうのも、あることを聞いてたので今回、最初で最後になるかもしれませんが、ここに参加できて、皆さんに直接会えて、こういうふうにありがとうございますと言えるのがとても嬉しいです。今日は本当にありがとうございます。なんだかこう少しじんとくるような、ね、いろんな思いが込められたメッセージありがとうございました。さて今回新機種 CR ガロファイナルの応援するガロ大使になられたということで4月8日からは山手線の広告などさまざまな場面でガロと壇蜜さんを皆様、お目にかかっているのではないかと思うんですけれども壇蜜さんガロ大使に就任された素直な感想をお願いします。はい、そうですねガロ大使最初はどうしても私とガロとの対決ということでここはちょっと負けるわけにはとは思っていたんですけれどもガロの魅力というかストーリーも私も拝見したことがありますのでこう自分がどうしてもストーリーの中とかガロのそのものの存在に取り込まれてしまった感じですね。こういわゆる虜になるといった本当にそういう意味が正しいなと思いました。虜になる、はい、壇蜜さんを虜にさせるそんな瞬間これちょっとあれなんですけども最近ちょっと虜になってしまったキュッと心が動いてしまった瞬間なんていうのはどんなことがございましたでしょうか。そうですね最近テレビに出させていただいた時に技術さんサイドのカメラさんサイドの方がスチールを撮ってらっしゃる方がいてカメラを外した瞬間大変タイプだったというあら、はい、ので若干前のめりになりましたちょっとサービスな感じになったんです、はい、カメラをお持ちの皆様今日はなんとかこうちょっとカメラを少し外してお顔も、ね、見せつつということで壇蜜さん先ほどのガロとの対決もとても素敵でした。 ありがとうございます、はい、皆さんもお楽しみいただけたのではないでしょうか。で先ほどの対決シーン主人公の、ね、小西さん、はい、いかがでしたかお二人 この対決シーンは。僕裏でちょっと見ていたんですがガロが来た時にああガロかっこいいなって人たちでこんだけ無敵のようなホラーをね切っていてすごいなと思ったんですけどその後のやられっぷりの表情ガロ負けてましたイーブンですこの戦いはイーブンでよろしいですね。ガロそんなコミカルなことしないだろうガロの、ね、イメージを保ったままでこのステージはね楽しんでいただきたいんですけれどでも私まだ生きてるんで多分峰打ちだったんですよ、ね、峰打ちです優しいちょっと優しかった、はいはい、藤田さんからもぜひこう、ねはい、楽しんでいただく皆様へのメッセージなんかもいただけたら嬉しいかなと思うんですが。そうですね、さっき小西君も、言ってくれたんですけど
本当ガロっていう作品、この8年間続けてきて、まあ、もちろん、ドラマも、愛してくださってる皆さんも、いるんですが、本当 CR ガロのおかげで、こうやって認知度も上がってここまで、来れたんだと思います。それは本当に、ここにいる皆さんのおかげなので、本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして同じく小西さんにもこういった質問させていただきます。はい、皆さんへのメッセージをお願いします。そうですね、僕は西島光賀という役でずっと、このガロという作品に関わらせてもらいましたけども、この間、まあ、卒業というかその宴というかパーティーみたいなのがあったんですね、ガロの。でその時にしっかり役としては卒業させてもらったつもりだったんですが、こうしてまたCR ガロファイナルという形でもう一度この作品に、西島光賀として関わらせていただくことがとても嬉しく思います。でずっと作品を作ってきていると、いい作品はずっと後までたくさんの人が見てくださるっていうふうに思ってますので、この機会でまたこの機種で、たくさんの人がガロを知ってくだされば嬉しいなと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後に丹光さんから、これから新機種 CR ガロファイナルをお楽しみいただく皆様へメッセージをお願いします。はい、すっかり私自身も引き込まれてしまった新機種 の, ファイナル、とても体験させていただいて貴重な財産になりましたので、皆様にも同じようになんでしょう、同じように楽しい思い出としてファイナルを楽しんでいただけたら本当に幸いです。今後も PR 活動をお手伝いさせていただきますので、どうか今後ともファイナルよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは改めてご紹介させていただきましょう。小西良生さん、藤田玲さん、壇蜜さん、そして黄金騎士ガロでした。ありがとうございました。1期生の木田智子、高木有里さん、今回2期生としてしおりが加わりました。今回加わったしおりはパチンコスロットが趣味ということで就任、三世 R&D の機種に出るという高い目標を持っています。新たに生まれ変わった三世ガールズ、これから三世とパチンコの魅力を広めるサポートチームとして幅広く活躍してまいります。それではここで新しく加わりましたしおりよりご挨拶をさせていただきます。はじめまして、新三世ガールズ2期生、関西出身のしおりです。先輩方からたくさんのことを学びながら、三世とパチンコの魅力をたくさんの方に広めていくサポートチームとして頑張っていきたいです。これからよろしくお願いします。はい、それでは新三世ガールズの皆さん、これからの意気込みをお願いいたします。皆さんこんにちは、ガロが大好きな木田智子です。今回 CR ガロファイナルということで、私ガロがすごい好きなんですが、今回は今までにない新しい機能が搭載されたとても楽しい内容が盛りだくさんとなっております。これからも三世の騎士をまだまだたくさんの方に伝えてまいりたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、三世ガールズの高木有里沙です。新メンバーも加わり、これから CR ガロファイナル、そして三世騎士を広めるために、今まで以上に3人で力を入れて、いろんな場面で活躍していきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、そして先輩方に負けないように熱い思いでどんどん頑張っていきたいと思いますので、これからよろしくお願いします。